浜津にやってきました、5時30分満潮です。確認してみたらアクションカメラの電池が1個しかない。釣れるかな、釣りたいな。今日はアクションカメラの電池充電ができてなくて全く撮影ができてません。釣れてないんですけど、なんかすごいベイトが通って通った後一面銀色で、何が追いかけているのかは確認できていませんが、イワシが死んで、カニが朝ごはんやっているところです。こんなん見たん初めてです。もう地合いすんだんかな、こんなんがあるっていうことは。